伊丹市小屋池周辺地図1979年の今陽地公園の空中写真。小さい方の池が貯水池となっている。自然地と貯水池を隔てる細い包み今陽池は奈良時代に行基が摂津国川辺郡に造営したと伝えられる広大なため池である。兵庫県伊丹市今陽地域には王子の一部が今陽地として残存し、 同市によってその周辺地域と合わせ、混用地公園として整備されている。また、混用地公園を含む一帯の行政地名は、混用地1から3丁目とされている。混用地は、奈良時代の層、行基の主導により改作されたと伝えられる。自然地形を生かして、灌溉と洪水調節の役割を担った。 行記が没した時から約400年後に編纂された行記年譜の天平13年期には、この近在、壁郡山本里に行記による今葉植池と下池があったことが記されている。江戸時代の初めに下池が埋め立てられ、植池が今葉大池あるいは今葉地と呼ばれるようになる。さらに1970年代には残っていた今葉地の位置 三も埋め立てられた。現在は造営時の一部のみが、今陽地として残り、今陽地公園として整備され、市民に開放されている。28.5ヘクタールの今陽地公園内には、自然地12.5ヘクタールと浄水場の水源としての貯水四4.5ヘクタールの二つの池がある。行期没後に編纂された行期年譜の天平13年期には、 造営した施設が種別に挙げられており、そこに、今葉の名を持つ、地と溝についての記述が見られる。池15所の中に、溝7所の中にの記載がある。伊丹市の行政地名としての今葉地は、1981年に、当時の大座今葉から分離し、独立した町町として、今葉地1から3丁目が設定された。全域が、 伊丹市立稲の小学校及び西中学校の校区。北の一点で、随原北東で水が丘、東で、広畑、南東の一点で戦争、南で、今陽、南西で今陽北、西で、松が丘、北西で中野東と接している。中野西とはわずかに接していない。三丁目の大部分は、今陽地公園が占めている。町内に、鉄道は通っておらず、 約2キロメートル東の阪急板見線板見駅が最寄り駅となる。板見市バスでは今陽地公園前、スワンホール前、玉田団地、松ヶ丘などの停留所を設置している。ありがとうございます。